どうも皆さんこんにちは、小塚です。さあ今回はフォートナイトやっていこうと思います。イエーイ。ということで今回は普通にちょっとプレイするのもあれなので、初めてアリーナモードをやってみようかなと思います。このアリーナモードっていうのはもう全員敵はプレイヤー以外はありえません。ボットはいないので、なんかみんななんか強いっていうイメージが僕の中にあって、アリーナっていうのは、まあ、ただポイントでマッチングがしっかり分けられてるんですよ。こういう風にオープンリーグ、楽しくオープンな大会、コンテンダーリーグ、激しい競争、報酬を巡って競い合おう、チャンピオンリーグ、トップ中のトップ、賞金トーナメント、という風にね、こうやって分かれてて、こう試合に勝っていくとポイントがこう得られて、どんどんリーグが上がっていくような感じなので、オープンリーグはそんなに強くないらしいまあ僕にとっては強いかもしれないですけど、ちょっとねこれやってみようかなということで、はい、早速やってみましょう。緊張するぞ、レッツゴー。先ほど初めてのアリーナだっつって、やってましてね、残り5人というところで、あれ俺録画開始ボタン押したっけってなって録画ソフトを見たら録画されてませんでしたうわマジかーってやって、でフォートナイトの画面に戻ったら倒されてました最悪なんだけどいつもさ、オープニングとさ中身とエンディングでこう分けて撮るんですよ、僕。で、よくやっちゃうんだよね。こうオープニングだけ撮って、じゃあやってきましょう、レッツゴーとか言って、で、一回止めて、で、もう一回回し始めてプレイするんだけど、多分その回し始めを忘れてそのままプレイしちゃったんだよね。いや、もうバカ、俺、もうバカ、バカ。ああ、まあしょうがないね。このマッチが初めてのマッチみたいなもんなので、これでやっていきましょう。さあ、頑張るぞ。さあ来たぞ。あ、今回は取れてるよね。ちょっとチェックしてこよう。よし、取れてる取れてる取れてるよ。さあ頑張ろうやばい、なんか取れてるって分かったらちょっと緊張してきたんだけど、なんだろうこれ。はあ、ドキドキするな。頑張ろう。どこに降りようかな。さっきね、リテールロー降りたんですよ。僕リテールロが好きなので、リテールローに降りようと思います。というのは嘘で、やはりこのウェダーリポート、ウェダーステーションに降りようと思います。レッツゴー。さあ敵はキャティーコーナーに2人。ここはいない。オッケー。キャティーコーナーの2人。そこは2人でやり合っていただいて、美味しく私が最後にいただきたいと思いますので。ぜひよろしくお願いします。え、なんでこっち来てんの。こっち来てるよ、なんか一人。やめてよ、いい武器がないよ。まずいまずいまずい、今来られんのはまずい。鼻水出てきた。よっしゃい。こういう不意打ちが大切ですからね。まあ、せっこいせっこい不意打ちでね、勝っていくんですよ。アリーナっていうのはね、弱肉強食の世界ですから。いいんです。せこいやり方でも。自分を正当化していかないと。ちゃんと勝てた気にならないからね。せこい、せこい待ち伏せ。角待ちってやつですね、これが。さあ、資材をしっかり集めてね。そう、さっきの動画では言ったんだけど、アリーナは、さっきの動画ではじゃねえや。さっき撮れてなかった時に、一人で勝手に言ってたんだけど、完全な独り言を言ってたんだけど、アリーナでは資材は500ずつしか持てないんですよね。通常マッチだと、999個ずつ持てるけど、アリーナだと500ずつだから、結構すぐね、資材マックスまで集められるから。資材はちゃんと持っとかないと。あとやっぱ通常より少ないからさ、ちゃんと集めて、ちゃんと倒して、資材をキープしないといけないんだよね。
青宝箱の音色がする。デカポよりシャグスプだな。青宝箱の音色素晴らしい。青スカ素晴らしい。わお、おいしいおいしい。待って、デカポめっちゃあんな。デカポにしよう。でもこうやってさ、あ、デカポがめっちゃある、デカポンしようって思ってデカポンするとさ、次はチャグスプがめっちゃ出たりするんだよね。みたいな。ならチャグスプにすればよかったみたいなこと結構あるよね。フォートナイトあるある。お？スナイパーを撃ってるやつが近いぞ。ここだ。この下にいる。おっと？あっちでも撃ってる？あ、やってんね。はい、ありがとうございます。これが、漁夫と言います。まあ、日本語にすると、漁夫の利ということですね。いや、最初から日本語なんだけど。惜しい。スナイパー強いんだよな。一発でさ、100とかさ、入るから普通に強いよね。遠距離で。俺下にいるぞ。ほら105。焦らなくていい、焦らなくていい。うわ、マジか。なんかさっきのマッチすごい緊張してめちゃめちゃ焦っちゃったから、もっと落ち着いてできるように頑張ろう。焦らなくていい、落ち着いてやろう。ダーティードックス行こう。ここ激戦区のはず。ピクロイして、あれ？コピー上手くなったねってみんなに思わせたい。思わせたいんだ。武器をくれ。武器をよこせ。おい、武器を。いいぞ。素晴らしい。それだ。私が欲しかったのはこれだ。タクティカルショットがとても強い。最強さんです。だってやばい。最強に勝てるかな俺。最強に勝てたら俺が最強ってことでいいのかな。スナイパー、スナイパーがいるよ。あそこにいるよスナイパー。こっち見てるよ。先に1点当てましたよ。よっしゃー。あそこにさっきいたトマトさんも戦いに行こう。おっと、
ませてくれるかな。危ねえ、危なし危なし、とてもとても危なし。あのデカポ欲しいな、トマトちゃん、トマトちゃん、行ってこないでよ、トマトちゃん。よし、ちょっとさっきより落ち着いてできてるよ。アップグレード完了。そしてキットを巻こう。ではこれアサルトも強化しちゃおうかな。お願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。強化ありがとうございます。あ、いた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 、当てましたよ。囲わなくていいのかな。あら、まあこんなもいいもの持ってるならアップグレードしなけりゃよかったわ。まあいいわ、私は自分のお金でアップグレードした武器を捨てることを厭わないわ。あ、さて資材でも集めましょうかね。ここには石がたくさんあります。ね、てか俺が今使ってるこのさ、振ってるこれあるじゃん、収集するためのツルハシ。これね、クリスマスキャンディーなんだよね。可愛くない？可愛いよね、ありがとう。クリスマスキャンディーで石を砕いてます。絶対砕けねえだろ、キャンディーじゃ。よし、資材マックス。よし、資材マックス。これ資材マックスがなマックスになるたびに言うから。よし、資材マックス。買って資材が減ってちょっと追加して資材マックスになったら言う、毎回言う。多分 3回目ぐらいから多分もう、ね、みんなイライラし始める。まあもういいもういいみたいな、来たくない聞きたくないみたいな。私に許されているのは勝利のみ。そう、常に勝ち続けないと私はダメなのです。なぜかというと特に理由はありません。キャリコーヌ、キャリコーヌにも誰かいるかな。あ、今落としなかった、気のせいか。キャティコーナーはいいね。あ、うまいうまい、バナナバナナが食えなかった。さあ、私は安全地帯に先に行かせてもらいましょう。資材減ってる。あと2足りない。言えない。よし。よし、資材マックス。あれ？さっき何て言ってたっけ？よし、資材マックスでいいんだっけ？おい、誰かいるか？誰もいないか？宝箱は、これ、これ、ねえ、なんかさ、今の見た？宝箱を開けようとしたらなんか、シュインシュインってなって、開けられないやつ。あれなんでなっちゃうんだろう。コントローラーが悪いのかな？バグってんのかな？なんかキーボードの開けるボタンを押すと開けられるんだよね。なんか多分コントローラーだよね。敵もいないし。やることないなぁ。
誰か弱い敵だけこっちに来てくれないかな。弱い敵だけ僕が勝てる。弱い敵だけ。お、スナイパー、どこでスナイパー。おっとスナイパー、この下にいるスナイパー、いてる。あー動くなー。惜しくない、今の、今のめちゃめちゃ惜しいね。ここ惜しいね。当たったでしょ。え、嘘、今の当たってない、あんな棒立ちくんに。はい、なんで当たらんの、あの棒立ちくん当てたい、スナイパー。あそこにも棒立ちくんいる。え、嘘、なんでなんでなんで、ちょっとどこに弾が落ちちゃったのか。あれー、横スレスレを通っていきましたね。はい、109倒しやした。こんなじっくり狙ってていい、大丈夫なんだね。残り5人。おお、いいね。スナイパー合戦する、スナイパー合戦。どこから撃ってきたのか、押し、そこだね。ここ外しました。お、残り4人だ。1、2、3。あー抜けそうだけど、ここではなかったね。あー屋根塞いじゃった。まあいいでしょう、私はとてつもなく有利な場所にいるのですから。めちゃめちゃ有利な安全地帯。あ、よっしゃ、110。できれば頭を当てたかった、頭に当てたかったな。あと3人ということは、あそこにいる1人と、あれと、そんなことしても無駄無駄。次のアンチはあっちに戻りですね。いつでもどうぞ。しゃあ110。スナイパーよく当たるね。いいね。本当は頭に当てたいけどね。ラストあいつだけだ。ノー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 、やばいやばいやばい、とんでもないしくじりをしてしまった。え、あんな、そんなアンチがいて大丈夫？あ、これ勝てる。さよならー。諦めてら。やったー、アリーナで、ビクロしましたー。イェーイ、クフフ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 。やっぱ落ち着いてやれば勝てるんですよ。オープンリーグだけどね。いや、よかった。オープンリーグだったらビクロイはそんな難しくないね。いや、ちょっと頑張ってチャンピオンリーグ目指そうかな。チャンピオンリーグ行ったらもう上級者って言っていいでしょ。いや、僕下手なんでって言わなくていいでしょ、チャンピオンリーグ行けたら。よし、ちょっと頑張ってアリーナこれからはやっていこうかな。次の動画ではアリーナポイントがいくつになってるかお楽しみに。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。小塚でした、バイバイ。